直線半ばで持ったまま。つえー。これは強い。ドライスタウとトサキさんを完全に閉じ込めた。マイルでも強すぎはロタ。武蔵野は中一周が答えただけだろ。ギルデッドミラーで出れば勝てた。三浦とコトンついてない。坂井流星普通に上手くてはロタ。坂井流星かっこよすぎ。勝った時のポーズはタバラの真似をしてるのかな。追い出しのタイミングが完璧。トサキリターン炸裂しまくり。次からは誰が乗るんだろうね。田中博康調教師初 G1 制覇。田中博康といえばクイーンスプマンテ。田中博康14年ぶりの G1 制覇。時計遅すぎ。レベル低いだろ。レモンポップに勝ったギルデッドミラーに勝ったデシエルトが最強。名将ハリオがまともに出てれば勝ってた。坂井天のりとは思えない完璧な騎乗。坂井なら武蔵野も勝ってた。重戦車レモンポップ。ここでは負けられない。これは守護馬としても人気になりそうだ。これからどうするんだろう。中央だと出るレースないと思うけど。